日本鹿児島県薩摩仙台市湯田町湯田町は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧高城郡高城村大技。湯田、薩摩郡高城町大技。湯田、川内市湯田町。郵便番号は899-1802。人口は611人。世帯数は330世帯。湯田という地名は、北東部にある湯の元温泉から流れる湯水が、 下流一帯の水田の用水になっていたことに由来しているという説がある。薩摩仙台市の西部、湯田川の下流域に位置する。阿座駅の北は、薩摩仙台市西方町、阿久根市大川、南は、薩摩仙台下津町、東は、道市大勢町、道市城上町、西は東、品海に接している。阿座駅の西部に、国道3号が通り、 それに沿って必殺オレンジ鉄道が通っている。麻井駅内には薩摩高条駅が所在している。中央部には鹿児島県道339号東号西方港線が東西に通っており、東部には川内高条温泉がある。かつては薩摩仙台市立工場最中学校が所在していたが2012年3月10日に閉行式が行われ2012年度より、 薩摩仙台市立水引中学校へ統合された。また隣接して所在していた薩摩仙台市立湯田小学校も2014年4月1日をもって廃止され、薩摩仙台市立水引小学校へ統合された。湯田という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国高城郡のうちであった。江戸期には、高城郡高城座とのうちであり、村高は、 家造目録では425国余り、休校給料では1015国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの高城座との区域より高城村が成立し、江戸期の湯田村は高城村の大技、湯田となり、1960年に高城村は調整施行し高城町となった。その後1965年に、 高城町が川内市に編入され、川内市の大技、湯田町となった。2004年に川内市が東郷町、日脇町、入木町、稽道院町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村とともに新設合併時、薩摩仙台市の大技となった。川内地方を中心とせる郷土市と伝説によれば、菅原道真の業績について、 次のように記載されている。菅原道真が太宰府に左遷されてからも、なお、危険が身の上に及ぼうとしたので、菅原道真は船を畜前から出して、水俣湾を通り、高城村の湯田港に到着して、船を高校の大石につなぎ上陸した。現在の湯田口の大石けさこは、その上陸地点で、古来より、菅原道真の船つなぎ石と称する大石がある。船つなぎ石より上、 湯田方面に上っていけば菅原道真の起こしかけ石と称する石がある。菅原道真は吉川を経て、同市統合町藤川にある菅原神社で陰性し死去したとされる。薩摩仙台市立工場祭、中学校薩摩仙台市立湯田小学校、教育人市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道県道南九州西回り自動車道の ユダ製法インターチェンジが長域内に設置される予定であるが完成の目途は示されていない。ひさオレンジ鉄道、ありがとうございます。